診療放射線技師診療放射線技師は病院や診療者などの医療機関において医師の指示のもとで主に放射線を用いた検査及び治療業務これらの業務に必要な機器やシステムの管理などを行う国家資格を有する高度医療職技術者の名称である診療放射線技師法には診療放射線技師とは厚生労働大臣の免許を受けて医師または 科医士の指示のもとに、放射線を人体に対して、照射を人体内に相入りして行うものを除く。以下同じ。することを行とするものを言う。と定義される。技師という名称にもあるように、臨床検査技師や臨床工学技師などと同様にして、医療従事者の中でも、技術職、技能職の面が強い職種であり。 一般的に医療技術職の一種とされる技術者とも呼ばれていた。医療における放射線の利用はもともと医師によって行われていたが、放射線診療技術の高度化に伴い、高いレベルでの専門知識や技術を身につけた専門職として診療放射線技師の職域が形成されていった。一般に診療放射線技師以外の医療職も、 従来の医師の分野から派生した職域が多く存在する。英国初の診療放射線技師であるエルネスト・ h イチ・ハルナック。1896年にロイヤル・ロンドン病院に入職したが、当時まだ解明されていなかった。度重なる被爆によって両手を失い、1909年に引退した。診療放射線技師のパイオニアの一人であるエリザベス・フライシュマン。 1896年にサンフランシスコに X 線研究所を設立し、そこで地元の医師に代わって患者を診察、その撮影技術から当時最も優れた X 線写真を撮影する女性と謳われた。また彼女は被爆によって死亡した初めての女性でもあった。診療放射線技師はコメディカルの中でも古い職種であり、 その誕生は1895年に WC レントゲンが X 線を発見したことに始まる。X 線の存在が知られると医師たちはその6ヶ月以内に早くもその性質を利用して病気の診断を行い始めた。しかし医師が X 線装置を最も効果的に使用するにはフィルムの現像や機器のメンテナンスといった時間のかかる作業を 他の誰かに処理してもらわなければならないということに気づくのにそれほど時間はかからなかった。1890年代後半には診療放射線技師の前身となる X 線診断装置の照射やメンテナンスを制御とする専門家、技術者が誕生している。また初期の技師は放射線防護に対して無関心な環境でその仕事を受け負っていたために 知らず知らずのうちに重い身体的負担を有していた。X 線が発見されてから20年近く経って、やっと鉛エプロンやフィルムバッジなどの予防措置が取られるようになった。第一次世界大戦中の義士の服装第一次世界大戦中、X 線を用いた診断治療は盛んに行われた。中でもドイツ、英国貴族、グレイヒン教の霊長ヘレナ・グライケンによる、 負傷兵に埋め込まれた弾丸を正確かつ迅速に病出した放射線技師としての活躍は忘れ去られた英雄としてその逸話が残されている。対戦後、X 戦に携わる技術者たちは激増し、彼らを取りまとめる教育、組織体系が必然的に求められていった。しかし当時は未だ撮影技術に対する明確な教本などはなく、技師たちは 自身の技術を他者に説明する術は持ち合わせていなかった。そんな中、医師の父を用い医療機器メーカーを立ち上げていた ADC、ジャーマンと呼ばれる一人の技術者が、放射線技師の教育、組織、正当性を訴え、1920年10月に、ジャーマンと13人の X 線技師によって、アメリカで初の放射線技師のための教会、米国放射線技師協会が設立された。 また同年には、イギリスにおいて放射線技師6人と電気技師6人によって英国放射線技師協会が設立されるなど、着実に診療放射線技師の職業的地位の向上が図られていった。1925年には ICRU が設立され、また1928年には X 線撮影技術学における初の教本であるモダン X レイテクニックが ジャーマンによって執筆された。島津レント原技術講習所第1回入学式の様子 RAMC における放射線技師養成クラスの集合写真日本では1912年に医学者の藤波豪一がウィーン大学から X 線撮影技術を持ち帰り順天動員に日本初のレントゲン化が設立された。その後、 順天堂委員で藤波に支持した医学者の関、吉一が、1923年に放射線技師の有志を集めて、傾向会を発足。1925年には、会員増加のために、順天堂から独立、開祖され、日本レント現協会となり、後の日本放射線技術学会、日本放射線技師会につながることになる。ちなみに1925年当時、 日本全国にはすでに1500人程度のレントゲン技術者がいたという。1927年には日本初の X 線技師養成学校、島津レントゲン技術講習所が京都、木山地二条に設立される。その噂は海外にまで伝わり、第一回受験者は数百人にも上った。入学者は21人となったが、その全員が男性であった。 当初の教育期間は6ヶ月であり、X 線装置の原理と、その撮影法、電気理論のほか、解剖生理学や電気事業法令なども教授された。また実習では、当時、その性能の高さから、レントゲンの島津と呼ばれるゆえんとなっていた、ダイアナゴトジノーを使うなど、最新の技術が学べる環境を整えた。さらには、京都大学教授による、 収容講座も設けられ、一般教養も学ばれた。以後、診療放射線技術の高度化により、教育期間が延長され、教科目も拡大していった。日本においては、1951年に診療、X 線技師法が成立したことで、診療 X 線技師として、国家資格が与えられ、その翌年から学生への2年生教育が開始される。それ以前は、学生が、 診療放射線技術を学べる機会は少なく、電気工学科などを卒業した20代以上の社会人に現場や養成校で教授されるのが常であった。彼らの有していた基礎知識は、医療電気工学など医療に特化した科目となって、教育カリキュラムに取り入れられた。1968年には新たに、診療放射線技師法が制定され、診療放射線技師が誕生。 業務は診療 X 線技師と分担化され、教育期間は2年生と並行して3年生教育も行われるようになった。1983年には診療 X 線技師が廃止され、診療放射線技師の一本化となり、教育期間も3年生のみとなった。アメリカでは1964年に前述した米国放射線技師協会の名がテクニションスから、 テクナルジェスに変更されており、診療放射線技師業務の高度化が現れている。日本における技師の4年生大学教育は、1987年に藤田学園保健衛生大学に診療放射線技術学科が設置されたことに始まり、1991年には鈴鹿医療科学技術大学に、1993年には、 大阪大学に設置されるなど、その数を増やしていった。直近では2019年に、日本で初めて放射線科が設立された、順天堂大学に診療放射線学科が設置された。教育校においても述べるが、近年では、医療機器の多様化、高度化や、業務の拡大、独営補助の重要性などが叫ばれており、3年生教育では、まかないきれない場面も現れ始めている。 それゆえに4年生大学卒業者が急増しており、また大学院進学や第一種放射線取扱主任者資格の在学中の取得なども一般的になりつつあるなど、技師の高学歴化が予想されている。現在、医師が自ら X 線撮影や CT などの検査を実施することは非常に少なくなり、高度な放射線検査の技術を身につけた。 診療放射線技師がもっぱら行っている。医療分野においても、細分化、分業化が進んでおり、現代の高度なチーム医療の一員として、診療放射線技師は不可欠となっている。ただし近年の技師養成功の増加により、需要と供給のバランスから、今後供給過剰になることが示唆されており、また2020年には、シーメンスヘルスケアが、全自動撮影システム搭載の CT 装置を、 発売するなど人工知能の発達により、検査業務の自動化も進歩しており、技師を取り巻く状況は刻々と変化している。そのため、技師供給を緩和させるために、国家試験の合格率下落、技師用成功の定員削減、就職活動、就職試験の難化などの可能性や、あるいは人工知能に対する技術的サポートや安全管理として、撮影機器、 放射線に関するより豊富な知識が必要となることも考えられ、今まで以上に技子の質の高さが求められていくことになる。いわば、時に一部技子が揶揄されるようなスイッチマンの淘汰を意味している。X 線フィルムを確認する女性技子たちもともと放射線分野においては、キュリー夫人をはじめとして女性の活躍の機会は少なくなかったものの、戦後に入り、欧米では、 た職種と同じく女性技師は急増し、今日ではアメリカの技師の約7割がドイツに至ってはその約9割が女性となっている。ただし、近年は前述の通り、世界的にも義士の教育機関が延長し高科学歴化する傾向にあり、関連資格取得や研究などの選択肢が一般化してきたために、欧米では再び男性技師が増加してきている。ちなみに。 日本や韓国などのアジア圏では、技師は古くから男性の職種として認識されており、いまだ男性技師が7割以上となっているため、逆に女性技師の増加が期待されている。診療放射線技師の学歴に関しては、従来は短期大学もしくは専門学校の出身者が多く見受けられたが、近年では診療放射線技師の高学歴化が顕著となり、四年生大学、 さらには、大学院出身者が大幅に増加する傾向にある。博士号取得者も増えてきている。主な学位の種類は、博士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 などである。また、放射線技師系修士以上の学歴を有することで、受験資格を得ることができる関連資格として、医学物理士があり、近年受験者数が増加している。診療放射線技師養成校も、 従来は短期大学と専門学校が主流であったが、現在ではほとんどの短期大学及び一部の専門学校が4年生大学に移行し、大学がそれ以外の養成校よりも入学定員数の多くを占めるようになったため、診療放射線技師の養成は大学教育が主流となった。医療職を大きく分類する際、国家公務員の給与表の区分に準じて、 医療職を医師、歯科医師、医療職を薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法師、作業療法師等、医療職を看護師、準看護師、保健師、助産師とする場合が多いが、医療職の医師、歯科医師は、従来より6年生大学教育となっているのに、対し、他は薬剤師を除いて、専門学校から4年生大学まで多岐にわたる。 近年、薬剤師が6年生大学教育化され、医師、歯科会師と同等の学歴となったが、他職種も薬剤師と同様に4年生と、教育体制が拡大していく傾向にある。特に、診療放射線技師と臨床検査技師はその傾向が顕著である。文部科学大臣が指定した大学または、厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、 三年以上、診療放射線技師として必要な知識及び、技能の収集を終えた者が、診療放射線技師国家試験の受験資格を得られる。他に、外国において、同等の資格を有する者で、特定の条件を満たす者にも、受験資格が与えられる。診療放射線技師法にて、人体に害を及ぼす、恐れのある診療放射線を照射できるのは、 診療放射線技師及び医師、歯科医師のみと規定されている。ただし、歯科医師に関しては、顎高校領域の治療及びそれに資する場合を対象とするとされ、高校癌の予後観察における、肺転移可能性排除のための歯科医師による胸部撮影判断を認定した判例などがある。異行為として人体に放射線を照射するため、 放射線の物理特性や医療機器の特性の理解、照射する放射線量の最適化、人体への作用、影響の熟知、患者心理の対応等に関する知識を十分に備えた上で行うのが原則である。したがって、前述の資格を有しない者による人体への放射線照射は違法行為である。毎年1回、診療放射線技師国家試験が実施される。試験科目は、 以下の14科目、総問題数は200台、合否判定は正解率60%であると言われている。なお、近年、試験内容の改正が行われ、2004年3月実施の第56回の国家試験から以下に示す新しい科目構成となった。従来の試験に比べて、臨床、医学分野により重点を置くようになり、解剖学、画像の独営、 基本的な疾患の病態や検査技術を問う設問が大幅に増加した。また、平成21年の診療放射線技師法施行規則改正により、同年9月1日より試験名称が診療放射線技師試験から診療放射線技師国家試験となった。診療放射線技師とは厚生労働大臣の免許を受けて、医師または司会士の指示のもとに、 放射線を人体に対して照射することを業とするものを言う。また、MRI、超音波検査、眼底写真のように放射線を利用しない検査を行うこともある。他に、体患者以外の業務として、撮影データの画像処理、放射線治療における治療計画、放射線利用の安全管理、放射線診療に用いる機器、器具の管理等、 職種の専門性を生かした業務も行う。診療放射線技師は医療機関以外においても行政、原子力発電所、工業、研究所、教育機関など幅広く活躍している。医療機関における放射線診療に用いる機器、器具の安全管理者は診療放射線技師あるいは医師、歯科医師である必要がある。診療放射線技師の行う業務、 あるいはその行為に用いる放射線の種類は診療放射線技師法で定められている。当該法令では放射線とは次に掲げる電磁波または粒子線を指す。なお法令では一般に X 線を X 線、α 線を α 線と示すように金表記を用いている。以下に診療放射線技師が医療で用いる放射線の具体的な業務内容を示す。 国際放射線防護委員会の勧告では人体に対する放射線照射に伴う有益性と欠点を適切に判断し放射線照射行為の正当化を図ることは医師、司会師の義務であり一方その放射線照射行為の最適化を図ることは診療放射線技師の義務である日本放射線技師会は診療放射線技師の職能団体である主に 診療放射線技師に関する社会での啓蒙活動や、加入する診療放射線技師の医療技術の向上を目指した活動を行っている。ただし、診療放射線技師として働く上で、日本放射線技師会に必ずしも加入している。必要性はなく、各個人の任意による加入である。診療放射線技師が加入する学会は、放射線医学系を中心に多数存在するが、 最も加入者数が多い学術団体は、日本放射線技術学会である。全会員数は1万7000名近くに上り、放射線診療技術に関する活発な研究、活動が行われている。会員の大部分は診療放射線技師であるが、他に、医師、立工学系技術者などで構成される。日本放射線技術学会は、医学分野で世界的に主流となっている。 文献検索データベースメドラインにも登録されている。会員の大部分は医師であるが、一部の診療放射線技師も加入している。例年、日本放射線技術学会、日本医学放射線学会、日本医学物理学会は合同で、学術大会を開催することが多く、各学会の支持母体となる職種は違っても、同じ放射線診療に関わる。 学会同士が強い結びつきをもって学術の発展に力を注いでいる。次期共鳴画像検査を専門とする学会である。会員は主に医師、診療放射線技師、臨床検査技師である。核医学を専門とする学会である。会員は主に医師、診療放射線技師である。核医学のうち技術的な分野を専門とする学会である。 会員は主に診療放射線技師、理工学系技術者である。放射線治療を専門とする学会である。会員は主に医師、診療放射線技師、理工学系技術者である。放射線の物理学を専門とする学会であるが、放射線治療分野が大部分を占める。会員は主に診療放射線技師、理工学系技術者、医師である。 放射線関連の画像工学を専門とする学会である。会員は主に診療放射線技師、理工学系技術者である。超音波検査を専門とする学会である。会員は主に医師、臨床検査技師、診療放射線技師である。超音波検査を専門とする学会である。会員は主に臨床検査技師、医師、診療放射線技師である。 診療放射線技師の各業務に関して関連する学会や職能団体から認定資格が設けられている。これらの認定資格の一部には診療放射線技師免許所持者でなくても取得できる資格も含まれている。具体的には臨床検査技師と業務内容が重複する MRI や超音波検査、放射線治療の業務のうち特定の領域に 限定された認定資格である医学物理士や放射線、治療品質管理士、さらには医療情報技師が該当する。上記の認定資格は、その資格を所持していないと関連する業務を行うことができないというわけではなく、あくまでその業務に関して十分な知識、技能を持ち合わせていることの客観的な指標となる。逆に言うと、診療放射線技師でないものが、 上記の資格を取得しても法律上の規定により診療業務自体に直接携わることはできない。認定資格はその資格を所持しても医療的な業務範囲を広げることはできないため国家資格の内名消毒船資格と言われる資格と似た性質を有する。ただし、これら認定資格はそれを所持している職員が在籍している。 医療機関は高度な医療を提供できる体制があると解釈し、そのような医療機関に対して診療報酬の加点措置等、目に見える明確な形で資格の必要性を示すことができるように、学会、職能団体が活動を行っている。ありがとうございます。